スリーマイル島原子力発電所事故。スリーマイル島原子力発電所事故。スリーマイル島原子力発電所事故は、1979年3月28日、アメリカ合衆国先北部ペンシルベニア州のスリーマイル島原子力発電所で発生した大きな原子力事故。スリーマイル島、スリーマイルアイランドの頭文字を取って、TMI 事故とも略称される。 原子炉冷却剤喪失事故、ロスオブクーラントアクシデント、LOCA に分類され、想定された事故の規模を上回る、過酷事故、シビアアクシデントである。国際原子力事象評価尺度、INES において、レベル5の事例である。メトロポリタンエジソン社、所有は GPU ニュクリア社の、スリーマイル島原子力発電所は、州都ハリスバーグ郊外のサスケ花川のスリーマイル島、 3マイルアイランドと呼ばれる、周囲約3マイルの中洲にある。3マイル島原子力発電所は2つの原子炉を有し、そのうち2号炉は、バブコックウィルコックス社、B&W 社が設計した、加圧水型原子炉、PWR で、電気出力は96万キロワットであった。事故を起こした2号炉は当日、営業運転開始から3ヶ月を経過しており、 定格出力の97%で営業運転中だった。事故は1979年3月28日午前4時37分、現地のアメリカ東部標準時、エストから起こった。二次系の脱煙筒のイオン交換樹脂を再生するために移送する作業が続けられていたが、この移送カバン管に樹脂が詰まり、作業は難航していた。この時に樹脂移送用の水が、 弁当を制御する、軽装用空気系に混入したために、異常を検知した脱炎灯出入り口の弁が閉じ、この結果主給水ポンプが停止し、ほとんど同時にタービンが停止した。二次冷却水の給水ポンプが止まったため、蒸気発生器への二次冷却水の供給が行われず、除熱ができないことになり、 一時冷却系を含む炉心の圧力が上昇し、加圧器のガシ安全弁が開いた。この時弁が開いたまま固着し圧力が下がっても、なお弁が開いたままとなり、蒸気の形で大量の原子炉冷却剤が失われていった。加圧器のガシ安全弁が熱により開いたまま固着してしまったのである。原子炉は自動的にスクラム、緊急時に制御棒を炉心に全部入れ、 核反応を停止させるし、非常用路心冷却装置 ECCS が動作したが、すでに原子炉内の圧力が低下していて冷却水が沸騰しており、ボイド蒸気砲が水位計に流入して指示を押し上げたためカ圧付水位計が正しい水位を示さなかった。このため運転員が冷却水過剰とご判断し、非常用路心冷却装置は手動で停止されてしまう。 この後一時計の給水ポンプも停止されてしまったため、結局2時間20分開いたままになっていた。安全弁から500トンの冷却水が流出し、炉心上部3分の2が蒸気中にむき出しとなり、崩壊熱によって燃料棒が破損した。このため、周辺住民の大規模避難が行われた。運転員による給水回復措置が取られ、事故は収束した。結局、 炉芯溶融、メルトダウンで燃料の45%、62トンが溶融し、うち20トンが原子炉圧力容器の底に溜まった。給水回復による急激な冷却によって、炉芯溶解は予想より深刻化したとされている。放出された放射性物質は、気ガス、ヘリウム、アルゴン、キセノン等が大半で約 92.5PBQ。 250万キュリー。要素は約 555GBQ15 キュリーに過ぎない。セシウムは放出されなかった。周辺住民の被爆は0.01から1ミリシーベルト程度とされる口述。この被害は1957年に起きたイギリスのウィンズケール原子炉火災事故に次ぐ。は、公式発表された放出値を用いて、 発電所から10マイル以内に住む住民の平均被曝量は8ミリレムであり、個人単位でも100ミリレムを超えるものはいない。8ミリレムは胸部 X 線検査とほぼ同じで、100ミリレムは米国民が1年で受ける平均自然放射線量のおよそ3分の1だとしている。1ミリレムは0.01ミリシーベルト。放射性効果物による健康への影響に関する。 初期の科学的文献は、こうした放出地に基づいて、発電所の周辺10マイルの地域における癌による死者の増加数は1人か2人と推定している。10マイル圏外の死亡率が調査されたことはない。1980年代になると、健康被害に関する伝文報告に基づいて、地元での運動が活発化し、科学的調査への委託につながったが、一連の 調査によって事故が健康に優位な影響を与えたという結論は出なかった。アメリカの研究組織である放射線と公衆衛生プロジェクトは19の医学論文と書籍ローレベルラジエーションインムネディジーズを表したヨゼフ漫画のによる算定を引用して事故の2年後の風下地域における乳幼児死亡率に急な増加が見られることを報告した。 地域の動植物にも影響があったとも伝えられている。反核運動家は、放射性効果物は、地域の野生動物や農場の家畜に、死や病気の最悪をもたらし、その一例として、馬や牛の繁殖率が著しく低下たことが、ペンシルベニアの農業局が出した統計に、現れていると述べたが、同局は、事故との関連を否定している。また、 原発から 40km 圏内で100以上の動植物の奇形が発見されていると報道されている。このプラントの事故は映画チャイナシンドローム公開の12日後に起こった。映画ではジャック・レモンが核カタストロフィーの可能性を指摘した原子力プラントのスーパーバイサー役をジェーン・フォンダがカリフォルニアテレビ局の TV ニュースレポーター役を演じていい。 この映画のリリース後、ホンダは原子力発電反対のロビー活動を始めた。彼女の影響で原子物理学者で長く米政府の科学アドバイザーだった水爆の父、エドワード・テラーは彼の原子力発電を支持するロビー活動を行い、私はスリーマイル原発事故で健康を害した唯一の被害者、議論の最中に心臓発作を起こしただと語った。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。